ます。最初に井上チャンピオンから伺っていこうと思います。今回のドヘリン戦に関しまして、いつ頃ドヘリン戦が決まったという連絡があったのか、そしてその時の率直な感想からいただけますでしょうか。東京ドームでの試合が終わり、まあ、少し経ってからですかね、はい、お待ち会長から、聞いたのは、はい、その時どういう感想を持たれましたか、ドヘリン。まあそうですね、ドヘリンここ最近すごくいい試合をしているので、自分の中でも気の抜けない相手だなというのを率直に思いました。今名古屋選手がおっしゃった通り、ドヘリン選手が中島選手、ラミド選手、それからドームも日本のファンが3試合連続でドヘリンこれ本当に強いなっていうのを見た中、客観的に名古屋選手から見た分析、ドヘリン選手はどんな選手なんでしょうか。まだそのドームの試合はまだ見れてないんですけど、僕がスパーリングをよくする中島とラビドが KO で倒されているので、そこはすごく実力のあるというか、試合本番を通して実力をすごく発揮する選手だなという印象を持ちます。その中で今回言える範囲で構いませんけれども、どのあたりを警戒されて戦いますか。もちろんその一発は警戒しながら、一発も触れさせないという気持ちで、自分のボクシングを展開しています。今回の防衛戦に関しまして、井上選手のキャリアの中でドヘリン戦というのは、曖昧な質問の恐縮ですが、どういう位置づけになりそうですか。この試合は前回の東京ドームでの大きな舞台を終えたばかりで、皆さんがこの試合決定後どう思うかは分からないですけど、自分の中ではすごく気の抜けない戦いですし、この試合をしっかりとクリアして、またこの先、スーパーバンタムで見据える戦いをしていきたいなと思います。ドヘリンの印象として、実際リングに上がるときにものすごく体がでかくなってて、階級がもう2つぐらい上の、そういうフィジカルにどう対応するかっていうのが一つ課題になると思うんですが、その辺どうしようと考えてますか。そうですね、当日、どれだけ体重を増やそうが、フィジカル勝負をしてこようが、スピード勝負で触れさせなければ問題ないと思いますし、ボクシングというのはその体のでかさ、パワーだけじゃないというところは自分でも理解しているので、そういったところをうまく考えながら戦いたいなと思ってます。じゃあ特にフィジカルに対応するためによりフィジカルということはしないと。そうですね、その中でフィジカル勝負というものが必要になってくる場面もあるかと思いますけど、それすら必要ないぐらいの技術の差を見せて完封していきます。もう一つ、これちょっと厳しい質問なんですが、先ほどチャンピオンも、このマッチメイクを皆さんがどう受け止めているかという話が出ました。アメリカのメディアなんかは、そのドヘリンが今のチャンピオンの相手としての役不足なんじゃないかという声があります。で、実際ドヘリンはその当初やると言われてたサム・ルトマンに負けてたりしてます。その辺の声に対してチャンピオンはどういうこうお考えありますか。その辺の声に関してはこの試合を終えて引退するわけでもなく、階級を変えるわけでもないので、楽しみに待ってくれと、あと2年くらいはこの階級でやることを考えているので、その中で今回がドヘリンだったというだけで、次の対戦相手含めまた皆さんが楽しみにしていただけるようなカードをきっと大橋会長が組んでいただけると思うので、そこは楽しみにしていてほしいと思います。ということで、この相手が役不足だっていうことに対しての、先ほどもおっしゃってましたが、そういう特別な違反であるとかそういったものが一切ないということです。そういうのは全く、ないです。井上チャンピオンに伺いたいんですけれども、試合間隔が久しぶりに短い、いつも大体半年ぐらいで、多分この4ヶ月ぐらいっていうのは2017年
ど、コンディションのその作り方、疲労の抜き方も含めて、なんかこう変えるところとか、もし現時点でやっているようなことがあれば教えてください。そうですね、この年に3試合のペースっていうのは2017年ぶりということで、まあ、もちろんその時と比べて体的なものも多少変わってきているなというのも感じますし、疲れの抜け具合だったり、まあ、そういうのも、まあ、多少感じている部分はありますけども、そういったところは、しっかりとカバーをするキャリアも積んできていると思うので、そこはプラスに考えて、この年3というペースをプラスに考えてやっていきたいなと思っています。井上チャンピオンの方です。いろんな形での注目を浴びた、まあ、東京ドームでの試合を得られて、まあ、この試合、次の試合が決まる、まあ、あの経験が得たからこそ、まあ、感じる成長した部分、またそれを次のドーフェニー戦にこうどんな形でこう見せていきたいかっていうものがございます。やっぱり東京ドームで試合できたというのは、自分のこの、まあ、ボクサー人生の中ですごくキャリアになる一戦ではありましたけど、その一戦をやっぱりこの試合で超えれるようなパフォーマンスをしなければいけないと思っているので、そこで燃え尽きるのではなくて、また加速させていくような今後のボクシングキャリアをしていきたいなと思います。現在 の、 あの練習状況はどんな感じなのかということと、今後試合まで、まあ、合宿等と予定しているのかとか、どんな練習をしていくかというのをお願いします。ですね、今はスパリングを中心としたトレーニングを、しています。それと、タパレス戦、メリ戦というのは自分の、仕上げていく過程の中で合宿というものは組まずに試合に挑みましたけど、今回、今週の木曜日から3日間、まあ、ジムの方で集中トレーニングということを加えてトレーニングをしています。